東側からの姿航空写真国土交通省国土、地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成一層不願は、伊豆諸島の最南端に位置する岩である。2016年時点で、所属市町村未定のため、東京都の直轄となっており、本席を置くことはできず、東京都総務局の出先機関である八丈市長が、管理事務を行っている。 日本の気象庁により、活火山とされている。東京の南約 650km、鳥島の南約 76km に位置する、標高 99m、東西 84m、南北 56m、面積0.01平方キロメートルの顕著な黒色孤立と、いわ、火道内のマグマが降下してできた、典型的な眼形である。日本放送協会や、 産業技術総合研究所等による海底から陸上までの調査により、岩室は海底部分は玄武岩であり、海上部分は安山岩であることが判明している。頂上付近には水面に対して垂直方向の中上設理が認められる。2003年に活火山の基準が見直された際に、新たに活火山に選定された。カルデラ式海底火山の外林山にあたり、 総付岸の南西2 6トル水深2 4 0ルには、河口がある。海底から海上に及ぶ形状は、景気に建てられた一本のろうそくにも例えられる。その形状のために上陸することは困難であるが、1972年に、日本山岳会東海支部の地上エラが登場を、目指して上陸。しかしメンバーの転落事故により半分ほど登った。 ところで断念した。その後、1975年7月21日に、早稲田大学竹友会の水野育夫と田村俊介が初登頂に成功した。他、2003年にもロッククライミングで登頂した例などが存在する。2017年5月には、松本良ト・ラ・クライマー二人、NHK カメラマン二人の計4人が上陸に成功している。 周辺は航海の難所ながら、豊かな漁場として、伊豆、小笠原漁民に知られる。また、高い透明度と、豊富な漁営から、スキューバダイビングの聖地とする人も多い。総ガンについて、初めて確実な記録を残したのは、イギリス帝国のジョン・ミアーズであった。彼は交易のため2層の船団で、マカオを出発、ミンダナオトを経て、北、アメリカに向かう途上で、 ソーフガンを目撃した。ミアーズの記録によると1788年4月9日、彼は初めてこの岩を目撃し、その岩に近づくにつれ、我々の驚きはより大きくなった。船員たちは何か超自然的な力が、この岩の形を現在の形に突然変えたのだ、と強く信じたがっていたと書き記した。ミアーズは、この岩を、その不思議な形から、 旧約聖書創世紀19章26節に記された神の指示に背いたために潮の柱に変えられてしまった人物に見立ててロット・エスワイフと名付けた。ミアーズの報告と実際の岩の位置は軽度が大きく異なっており、実際よりも17度も東にされているが、その他の部分では正確な緯度が記録されているため、測量ミスではなく元テキストの動き、 誤植が原因であると考えられる。日本語文献では、1885年の関栄水路史に初めて、宗府岩の名が現れる。宗府とは、やもめの意味であるが、これは、ロット、エスワイフを意訳したもので、やがて音読して、宗府と読まれるようになったと考えられる。今日では、宗府岩と呼ばれることも多い。 聖書に由来することが確定している日本の地名は珍しい。周辺では海底火山が活動中であり、1975年に北約500メートルの海域に緑色の変色水の発生が観測されたが、火山活動との関連性は不明である。戦後、1946年3月22日に伊豆諸島が本土復帰してから、 1952年2月10日にと、ラツレットが本土復帰するまで、この岩は日本の最南端であった。海鳥の生息地となっているため、島は鳥の糞で白くなっている。2017年の調査で新種と思われる、通常の3倍ほどの海コオロギの仲間が発見されている。17種類の海鳥が生息しており、岩に住み着いている海コオロギや2018年5月の 調査では、ハサミムシの体が巨大化していることが確認されている。通常狭い島などでは、小型化しやすいが巨大化した原因としては、少ない獲物をめぐり争う上で有利であり、なおかつ捕食者がいないためだと推測されている。ありがとうございます。